鉄骨で作られたフェンスの撤去工事入りました。で、昨日この辺時間あったので少し壊したんですけど、一スパン、二スパン、鉄が出ますね。まずこっち先壊しちゃうか。フェンス、手の力だけで倒れました。こっちは無理か。よし、バラすか。ここにめっちゃ波ただあんな。これも処分しちゃうか。波とたんばらし終わりました。次は鉄骨の骨組みばらしちゃいますか。あー疲れた。あー足に来てる。で、これの、あー、そのままスクラップ屋さんに置いてきちゃいます。美味しそう。フェンスの撤去工事、だいたい半日ぐらいで終わりました。で、今日の最高気温は35度だったので、猛烈に暑いです。いやー厳しい。ニュースでは外出控えるようにっていう話出てるんですけど、屋外で作業する人は外出控えることはできないですよね。しかも従業員だから暑いから休むっていうわけにもいかないし、普通に。で、トタンくずはプレス材で税込み45円、で、鋼材はシャア一級で税込み46円。見た目以上に鉄くずは重量出ないですね。軽いですね、鉄くずは思ってる以上に。ということで、以上。